はい、というわけで、チャンピオン街ですね、はい、行ってみたいと思いますけども、体力は、あ、若干減ってくか。じゃあなんか食いたいなっていうのもあるな。あ、館内で馴染みっていうのもあるからちょうどいいな、はい、これ見ると肉食いたくなるんだよね。おい、あ、なんだこれ、笑顔の男、ちょっといいですか。ん、誰か冬ソナのなんかヨン様みたいな。なんだ、私、日本に初めて来た韓国のアイドル、イリュージョンだね、つまりね。うん、はい、イリュージョン。はい。ヨン様ですよね、どう見ても。イリュージョン。イリュージョンです。カムロ町、面白いところだ。私の親友が言ってました。うん、カムロ町、あなたに案内してほしい。私、金持ちです。お礼はたっぷりできます。なんか嫌だね。案内か、時間があればやってもいいんだが、うん、まあ案内してやるかにしときますか。俺の知ってるところになるが、それでもいいか。おお、あなた見かけによらず優しい。カムサハムニだ。あなたの名前は。はい、ギリュウで。ギリュウさん、ありがとう。私リッチマン、全部おごります。あ、ところで少し注意です。なんだ、うん、なんだ、あなた知らないかもだけど、私結構有名人だから、女の人すぐ私のところ来てサインくれ言います。うん、それちょっと面倒、なるべくそういう人がいたら避けてほしいです。そうなのか、有名人も大変だな。行きたいところはあるのか。はい、狭い部屋でドスケベなムービー見るとこ行きたいです。あ、行ってきたし、行ってきたし、フュージョンでしょそれこそね。うん、うん、日本のドスケベな女性のムービーに私興味あります。ホテルのテレビ種類が少ないです。あ、ホテルのあれは古いんですよね。それでね、今時みたいな、なんかね、はい、知ってる店がある、何年しよう。さすがです、ギリュウさん。ではでは行きましょう。うん、フュージョン、はい、イリュージョンを案内しよう。イリュージョンを案内中以下のことができなくなります。神室町の住民に話しかける。飲食店など店舗の利用、タクシーでの移動、一部の施設への侵入禁止、街中でのバトル、ポーズメニューからのセーブ。はい、うん、街中に数多くいる女性ファンはイリュージョンが3回捕まると案内が、女性ファンは避けて案内しましょう。また案内をやめたくなったらイリュージョンに話しかけることで案内を中断することもできます。はい、捕まんないように行くのね、じゃあ女性ファンにね。はい、ちょっと待って、どこ目指すんだっけ。フュージョン、ここだな、フュージョン。フュージョン目指せばいいんだな。はい。下の方に行けばいいのかな。こっちかな。はい。女性ファンが、あ、やべえ、同じ人いるぞ、あそこ。ダメだ、ダメだ、これ。これダメだろう。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。じゃあ、あ、この赤いのが女性ファンか、これ。ですよね。よし、じゃあ、ちょっと遠回りだから、チャンピオン街経由で行こう。チャンピオン街経由で。そうだな、これ。こっちだ、こっちだ。ダッシュだ、ダッシュ。あ、いやー、かっこいい、やばい。抱いて、抱いて。え、どうなってんの？あ、なんかそういうことになってる。はい。あ、やばい、一回捕まっちゃったよ。捕まっちゃったんでしょ？何が始まるの？って。急に読み込みが。なんだ？ん？やっと解放された。キリュウさん、日本のファンすごく大変です。今日は疲れてて、私笑顔を続けるのつらい。ファンに会わないように案内してほしい。うん、ええ、分かった、うん。なかなかこれ難しいかもしれないぞ。あれ、どこ行ったの？それで。ちょっと、あんな遠く行っちゃったの？こう、なんでここ来ちゃったの？フュージョンでしょ？スケベなビデオって言ったから。ここでしょう。ここ目指す、今度。はい。あー、でもこれ赤いのが多いぞ、これ。まずここは、どういう人が、あの下のやつ見ながら行こう。赤いのは、今あっち向いてる。よし、待て、待て。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。イリュージョン、こっちだ、早く。イリュージョン、こっち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 。あ、下にいるな。あ、まずいぞ、これ。ここでちょっとストップだ、イリュージョン。これ、いけるか、こう。ちょっとスローで行こうか。今だ、今だ、今。あ、待ってよ。こっちもいるぞ。やばい。これやばいな。イリュージョンごめん。
待てよ。もう一回は捕まった。ダメだ、これ。ダメだな、これ。こっちから行くべきだったね。ちょっと待て。イリュージョン戻る。バックだ、バック。バック。こっちだ、こっち。戻るんだ。大丈夫か、まだ、うん。こっちからだ、こっちから。急がば回れって言葉もあるしね。ちょっと待てよ、ちゃんと見て。こう行ったらどうだろう。こう行って、こう行って、こう行って、こうだな。よしよし、見えた見えた。はい。こっから曲がろう。はい。イリュージョン、こっちだ。大丈夫だ、反対側だ、大丈夫だ、よし、まっすぐ行って、まっすぐ行って、こっから問題はこうだな、はい、スルッとここを抜けられるかだ、問題は。イリュージョン、こっちだ。なるべくショートカット内側を、内側を取って、よし、ついてきてるんだろうな、それでな、大丈夫だよね。よし、ここでもうもらったな、よし、あとまっすぐだ。イリュージョン、まっすぐだぞ。ちょっと待って、待って待って、前から来てるな。ダメだ。バックだ、バックだ。イリュージョン、バックだ。イリュージョン。イリュージョン、バック。バック。ここにいたんだ。ちょっと待ってよ。なんだ、キリュウさんにぴったりくっついてるわけじゃないのか。じゃあ、こっちからだ、こっちから。店にも入れないしね。待ってよ、よく見て。いるなー、そこ。イリュージョン、待て。ここ、抜けられるかなー。ちょっと待って、行くなよ、お前。バックだ、バック。いけるかな、ちょっと強引に行こう。あと1回はいいんだもんね、捕まっても。よし、いける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 。よし、いるじゃん、いけ、いけ、よし、どうだ。よし、来た。よし、来た、来た、来た。もらった。フュージョン、来た。来た、来た、来た。よし。ここですか。怪しい雰囲気が最高です。さあ、行こう、キリュウさん。いや。いや、こういうのは2人で入っていく店じゃない。俺はそこらの喫茶店で待っている。一人じゃ使い方がわからないです。恥ずかしがれなくて大丈夫です。さあさあ行きましょう。いや、そういうもんじゃない。おい。いや、おい。うん、おふ、すごい。に殺されたあの日から、体がほてっているの。奥さん。そんなところも。静かに言うよね。日本のスケベ、侮っていました。とてもすごい。大満足です。キリュウさん、ありがとうございます。満足したなら、何よりだ。うん。次はね、綺麗な男の人がいるとこ行きたいです。何？スタートするでしょ、じゃあ。何？綺麗な男？そう。化粧した大人な男の人です。大人な男の人、電子とかか。そっち？アテンシ、そこ行きたいです。お願いします。いや、綺麗じゃないけどね、しかしね。案内してやっか、まあ、ちょうどね、チャンピオン街に行く用事があったんで。うん、はい。やっとこうやってチャンピオン街に。はい。チャンピオン街に行けるぞ。で、もうこんなにいるぞ。どうやっても合うじゃないか、これ。ここ突破してって、3回あっちゃダメなんでしょ？まず下行くか。まあ、こっち行こうか。前から来てるからな。こっちから行けるかな。いるな。いるな。こう行けばいいのか。はい。いるじゃん、こっちだ、こっちだ。待てよ。行けるか。なんとか。いるじゃん、こっちだ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 。いるじゃん、こっちだ。来た。いるじゃん。来たか。よし、来た。よし。よし。で、ちょっとお前飛び出すなよ。ここを、右行けばいいのかな？右行って。いるじゃん、こっちだぞ。来てるな。よし。で、アテンシここね。上から行くか。上から行くしかないですよね。ここまずいぞ、しかし。こっち来ないか、あれ。赤いの。強行突破だ、強行突破。強行突破、来い。来たか、よし。でも、店の前にもいるよね、どう見てもね。行くしかないな、でもね。アテンシ。どっ
こだ、天使。あ、天使、待て待て待て、よし、来た。おお、ここが天使ですか。うん、綺麗かどうかは分かんないけどね。キリュウさん、早く入りましょう。うん、もう一回ぐらいありそうだね。うわー、緑ちゃん、とっても綺麗です。あ、こんな子もいるの。ここはパラダイスです。もう、お上手なんだから、可愛い顔してまた、顔面食べちゃうわよ。パックンチョ、なつって。でも、この人も、ニューハーフなんでしょうね。はい。あら、ちょっとこちらさん、ノリ悪いですわよ。パックンチョしちゃいますわよ。パックンチョ。勘弁してくれ。パックンチョ。はい。うん。まあ、よかったんじゃね。うん。いやー、楽しかった。キリュウさん、ありがとうございます。それはよかったね。あ、そうだ。最後にラーメン食べたいです。スープの濃いやつです。あー。じゃあ、まあ、最後まで行くか。九州一番星でしょ。千両通りのあたりに良い店を知っている。そこに行くか。キリュウさん、よく知ってますね。カメラ町の神様だ。最高。うん、はい。というわけで。まあ、どうせここまで来たらね、もう途中までやるのもあれなんで。ここですね。はい。91番星。これはどうしようかな。下は絶対無理でしょう。だからこっち、横から行くしかないですね。右の方にね。はい。ここを、まずここ右でしょう。ここ右行って、ここまではまあいないですよね。間違いなく。こっからだよ、問題は。こっからどう行くかだな。ちょっと待ってよ。よく見て。いや、下いるぞ、これ。上から行くか。上から回っていけば行けるね、こっちね。そうだな。上からだ、上から。うん。やっぱ、急がば回るなんだね、これは。うん。こっちだ、こっちだ。イリュージョン、こっちだ。急に笑っと増えたりしないよ、それでな。急に出てくるってのはなしだぞ。ああ、いる、いるぞ、いるぞ。すいません、待て待て。いるじゃん、こっちだ。なるべく内側を。いるじゃん。来て、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 来て。よし、来て、来て。よし。こっちだ、こっちだ。すごいスピード来た。すごいスピードだ。よし。で、あ、ここの辺いるぞ。たら、あ、じゃあ内側、この中通ればいいんだ。中通れば安全だ。いるじゃん、こっちだ。こっちだ。大丈夫かな、うん、うん、大丈夫だな。ここ通れば OK ですもんね。うん。で、こう行って、一番下から行くか。その方が間違いないもんね。うん。はい。よいしょ、こっちだぞ。なんで歩くのやめちゃうの？走るの。まあ、一番下まで行かなくてもいいような気もするけど、まあ、ね、面倒っちいからこっちから行っちゃいましょう。急に笑っと出てこないからそれだけちょっと確認して。うん。次曲がってもいいかな、ここね。こう行ってこうだな。はい。で、こっから行って、最初はもう右に曲がってか。なんだ。最初は右に曲がって。ここ行って、OK、OK、はい。OK。やばい、やばい、いいぞ、いいぞ。できた、よし。ここだ。ここが日本のラーメン屋。素晴らしいです。小汚いのが雰囲気あります。行きましょう、行きましょう。うん。店長、大盛りでお願いします。あ、指輪入れないでください。あんたイリュージョンじゃねえか。サイン書いてくれよ。サービスするぜ。イリュージョンだよ。オーケーオーケー。たくさんサービスしてください。こいつ、本当にイメージだな。はい。うまかったか？最高です。ありがとうございました。今日は本当に楽しかったな。キリュウさんのおかげです。これ本の気持ち受け取ってください。30万。おお。はい。あ、とっておきのプレゼントあったのに。捕まった時持ってかれちゃったみたいです。え、なんだ、日本のファンのパワーすごい。やられました。日本に来るといつもファンに囲まれて遊べなかった。キリュウさんのおかげで日本を楽しめた。ありがとう。
桐生さんが私の国来たら絶対案内します。ぜひ遊びに来てほしいです。ああ、頼む。じゃあ桐生さん、お元気で、またいつか会いましょう。なんかそういう冬ソナの名場面、名言みたいなこと言わないですね。まあ、もともと見てないから言われてもわかんないですけど。ああ、またね。あれ？あ、あれ？りょう様よ。あ、やばい。あ、来た。きゃー、抱いて。心も体も。席入れさせて、名字変えさせて。捕まえちゃえ。私のイ・リュージョン様よ。はい。なんだと、なんて圧力だ。今までで一番強いです。画面揺れてるし、なんか。おい、俺が食い止める。お前はタクシーで逃げろ。なんか戦闘モードになってるし。キリュウさん、感謝します。ちょっと、なんてのよ、あんたどきなさいよ。ギャー、リュウ様が行っちゃう。ああ、席入りさせて。はい。な、あんた、小尺にいいから出してるじゃないの。アイドルって大変なんだな。はい、イリュージョン。はい、終了ということでね。はい。はい。というわけでね、なんだかんだ言っても、ちょっと待ってよ。うん。ちょっと修行できなかったですね、これやってたらね。ええ、まあ今日はこの辺にしときましょう。一応行きましょう。ああ、いたの、いたの、佐山さん。ちょっと行きましょう。今まで何してたの、一体。確かにあと1個でコンプリートだったんで、これだけちょっと食っちゃおうかな。ええ、うまいな。全部食ったぞ。ありがとうございました。はい、あ、来た。おう、桐生さん、いつもうちの店ひいきにしてくれてありがとうよ。うちのラーメン全部食ってくれたんだよな。作ってる身としてこれほど嬉しいことはないぜ。やっぱ全部クリアなのか。じゃあコンビニも全部買わないと大変だな。そうすると、ここのラーメンはうまいからな、他のラーメンも食いたくなったんだよ。まったくいいこと言ってくれるね、あんた。そうだ、お礼ついでに今度キリュウさんが困ってたら手貸してやるぜ。はい、よし、オッケー。うん、おお、はい。あ、一番星のメニューね。はい、あ、顔なじみになってさらにハイポイントもらって、うん、まあちょこっとですけどね、こういう風にして稼がないと、うん、じゃあ今度こそ次回こそチャンピオンが行って、ちょっと、あ、これにもなんかサブストーリーあるぞ。あ、なんかあれだよね、そういえばね、ゆうやのやつもあるんだもんね。うん、あ、ここにもなんかスタンバってるし、はい、まだまだいろいろありそうですね。はい、ただまあ今日ね、いい時間なんで、この辺で終了したいと思います。はい。じゃあ、次回よろしくお願いします。さよなら。